そこで私は別な場所を提案いたします。どこなんですか？はい、それは福島です。まだ記録を良くために野生の意識を高く、イノシシに行くための漁師からセシウムが検出されるよう報告もあります。ほら、めちゃくちゃ危険じゃない。ですが、旅行中に生徒が野生のキノコ、イノシシを食べますか？福島のことを刑事新聞にリークしたのは君だ。どういう意味ですか？理事会で多数発行策をする前に新聞にリークして福島案を潰そうとしたんじゃないのか。